皆さんこんにちは。今回は初夏の梅仕事ということで、梅シロップと梅ジャムを作っていきたいと思います。この梅シロップ作りは約3000円もあれば始めることができます。この動画を通して興味を持ってくださったら嬉しいです。今回の梅作りはこの紀州南高梅を使用したいと思います。梅を水で洗いまして、爪楊枝を使ってヘタのくり抜きをしていきます。梅はどうも金属が嫌いなようなので、爪楊枝か竹串などを使うといいそうです。そして梅についた水分をしっかり拭き取っていきます。袋詰めをして一晩冷凍していきます。冷凍することで繊維が壊れるので、より早く梅シロップを作ることができます。梅が冷凍されましたら、その梅と氷砂糖が同じ重さになるように計量していきます。今回は 1.5 リットルの保存瓶を使うので、梅が 500g、 それから氷砂糖が 500g になるようにして作っていきます。続いて瓶詰め、梅と氷砂糖を交互に瓶の中に投入していきます。実は今年が初めての梅仕事、去年からやりたいと思っていたんですが、去年は8月の終わり頃にスーパーに梅を買いに行ったら、もうとっくに時期終わってるよということで、スーパーの店員さんに言われてしまって、泣く泣くレモンのシロップを作りました。なので今年は念願の梅仕事デビューということで、梅のシロップと梅ジャムを作っていきたいと思います。瓶に詰め終わった後は、1日3回から4回瓶を揺すって砂糖が溶けていくのを待ちます。実は2週間前にもう一瓶漬けておいたものがあります。ですのでこちらから漬けた梅を取り出していきたいと思います。後ほどこの漬けた梅を使ってジャムを作っていきたいと思います。消毒した瓶に梅シロップを移し替えていきます。どうしても保存瓶だと大きすぎて冷蔵庫に入りませんので、この小瓶に移し替えをしていきます。完成。とっても美味しそうです。早速梅ジュースの試食をしていきたいと思います。とても上手にできていました。美味しかったです。ここからはジャム作り。先ほど梅シロップから取り出した梅を使ってジャムを作っていきます。
梅の実と種を分けていくんですが、水分が抜けてシワシワになっているのでちょっぴり難しいです。種を取り出した後の実の重さを計量していきます。この梅の重さの約 50% の砂糖を入れていきます。ここで砂糖が少なすぎると甘みが足りなくなりますので、しっかり計量していくことが大切です。本当はある程度実を温めてアクを取ってから砂糖を入れるのですが、早まってしまって先に砂糖を入れてしまいました。ですがこのまま続行していきます。約15分ほど煮込んでおりますが、だいぶグツグツとねっとりしてきました。とっても美味しそうに見えます。さあ、まだジャムが温かいうちにジャムの瓶詰めをしていきます。ここから温度が下がったらもう少し固まってきます。今日の梅仕事はここまで。また2週間後梅シロップが出来上がるのが楽しみです。作り方の概要と用意したものを記載しておりますが、具体的な内容はウェブで検索していただけるとたくさん出てきますので、ぜひ調べてみてください。手軽に始められる趣味としてとてもおすすめしたいですが、梅の時期が決まっているので興味を持ってくださった方はすぐに始められることをおすすめします。ご視聴いただきありがとうございました。